一生着れるアウター、テンシーのね、アウターをご紹介していきたいなと思います。ということで、こちら15万円ほどするジャケット、テンシーというブランドがあるんですね。一番、まあ、ハイグレードモデル、OJJ って書いてるの分かります？これ先に言います。一生着れるはちょっと言い過ぎ。はい、本日ですね、一生着れるアウター、テンシーのね、アウターをご紹介していきたいなと思います。ということで、洋服好きの方やったらご存知、こちら15万円ほどするジャケット、テンシーというブランドがあるんですね。まず見ていただきましょう。このようにしっかりとした袋に入れていただいててですね、アウターでこういうの入ってるの少ないと思うんですけど、ちょっと見ていきましょう。これを開けていくとですね、こちら出てまいりました。テンシーのアノラックっていうジャケットがね、出てきましたね。で、このジャケットのとにかくの特徴っていうのは、まあ、最初にも言ったんですけど、こう一生着れるアウターってよく言われたりするんですよ。でも正直な話、ほんまに一生着れるんですか、それとも意外と性能はどうなんですかとか、生地の雰囲気ってどうなんですかっていうのをもう全部喋ってきて、僕が分かる範囲で喋っていきたいなと思いますので、なかなかこういうテキスタイルの部分まで話すっていうのはなかなか一般の人難しいと思いますのでね、僕まあいろいろ工場とか行かせていただいてますので、その辺の知見をもとにね、お話はさせていただきたいなと思うんですけども、これ先に言います。一生着れるはちょっと言い過ぎ、それはさすがに言い過ぎやでっていうところを最後まで見ていただいたら、なるほどなってなりますので、見ていきましょう。ただね、素晴らしいジャケットっていうことは間違いないかなと思います。で、今回テンシーの中でも一番、まあ、ハイグレードモデル OJJ って書いてるの分かります？これを買って見てくださいよ。ここにメイドインイタリーって書いてますわ。このイタリアで作られましたよというところですが、着用していきましょう。僕サイズは48で着用しているんですけども、皆さんいかがでしょうか。この音聞こえます？この昆布みたいなパリパリ言ってるやつ、これね、これがもうテンシーならではのね感じなんですけども、パッと聞いた感じ、あ、普通のマウンテンパーカーかなーっていう印象あるじゃないですか。その生地がパキパキ言ってるのはね、なんでパキパキ言ってるのかっていうとね、普通こんな音ならへんじゃないですか。聞こえます？パキパキ言うてんの。この秘密にもね、追求していきたいなと思いますので、行きましょう。ではまずですね、これがさっき言ったみたいにメイドインイタリーで作られてると言うてたんですけども、実はこの生地は日本なんですよ。ということで、日本の生地をイタリアに持ってきて、イタリアで作ったやつを日本に持ってきてるから15万もすることになってるんですね。なのでこれ日本で作ればもっと安いんですけども、まあ、イタリアのデザイナーさんで、元々なんかストーンアイランドのねデザイナーさんやったらしいんですよ。あのこれです、これです、ストーンアイランド の、 あのこのマークね、だいたい金持ちの人、本場の金持ちの人はストーンアイランド着てるよね。でおなじみのストーンアイランドね、でこれをやめた人がこう作ったらしいんですよ、テンシーっていうブランドをね。で、まあ、とにかく生地とかそのファブリックにこだわってるっていうところが、まあ、こっちもそうやけども、これもそうらしいんですよ。で、最初にこの生地触った感じで言うとね、多分ほとんどの人が初めて触ったような感覚になると思います。これちょっと触ったことないわと、なんだ独特な感じするやんなっていうような感じになってて、それをね感じた方はすごい正解なんですよ。あのなんで正解なんかっていうと、これめちゃくちゃ特殊なんですよね。で、これは日本の技術をもってできるっていう、生地感になってるんですけど、まあ、その生地サンプルが僕ね、手元にありますので、これを見てお話ししていきたいなと思います。全く同じですね。この生地でね、実は網組織なんですよ。で、これ聞いてね、これ網組織なんて言えた人はすごい。だけど大体意味わからへんじゃないですか。普通ってマウンテンパーカーとか肩シャツとかっていうのは織素材を使うんですよ。で、織素材で、まあ、普通のノースレースのマウンテンパーカーもそうやし、デニムとかもそうやけど織なんですけど、これ網でジャケット作ってるっていうところが最もすごいところなんですね。で、この網地っていうのって、こうな母さんが夜鍋をしててこうグッて網あるじゃないですか。それを高密度にギュッて寄せてるんですよ。で、ギュッて寄せることで網やのに伸びたりしないんですよ。こう伸びにくいかったりとか、強度があったりとか、当たりが出てきたりするっていうところが、このテンシーのこの素材 OJJ、まあ、日本では小松っていう会社が作ってるやつだから言い方はちょっと違うんですけども、まあ全く同じ生地なんで、それが最もすごいところなんですね。だから、あ、網地で作ってて、しかもこれナイロンとポリを混合させてギュッてちっちゃくしてるから強度もあるっていうことなんですよ。普通網を強度ないよねと。で、しかも網ってパーカーとかもそうやけど、ハンガーかけてたら伸びてくるよねっていうのがないっていうところが、このテンシーのこのファブリックのすごいところなんですよ。ただこれをここまでなかなか話する人って少ないじゃないですか。だからそこをまずそこを理解してほしいと。あ、これ普通折りじゃなくて網なんやと。で、網って伸びたりとかしやすいけど、高密度にギュッてやることによって伸びないし、さらに強度もポリエステルとナイロンやからあるし、もっと言うとギュッて縮めることによって当たりが出てくるっていうところが、まずこのファブリックの面白いところなんですよ。だから今まで触ったことないような感じで、これはテンシーと小松っていう会社さんが共同で作った生地なんですけども、まあ、これはね、もう今は自分好きな素材っていうのを使えるので、僕自身もこの生地を使って今こういったねジャケットを作ったりしてるんですけど、さすが日本ならではのね、こういったちょっと独特な生地感になってるんじゃないかなと思います。で、もう一個ね面白いなというところが、これはイタリアならではなんですけど、普通のこのファブリックってちょっと音聞いてもらっていいですか。ペコペコ言わないですよね。だけどこっちの方は
ペコペコ言うじゃないですか。でこれなんでなんかっていうと、この生地を日本で作ってイタリアへビューって届けるじゃないですか。でイタリアのところで加工してるんですよ。で加工してこういうペコペコ言うように、加工してるんですけど、おそらくこの正式な加工は言えないんですけど、ポリウレタンで加工してると思います。でウレタンで加工することによって固くできるんですよ。で固くすることによってデニムと全く一緒、デニムもノリつけたら固くなるじゃないですか。あんな感じでより経年変化が出やすかったり、この折り目が出やすくなったりとか、ここ分かります、このギュッて折れてるでしょ、この折り目が出やすくなったりするっていうのが、このウレタンの加工をすることによってイタリア国内でこういう加工がされてるとっていうことなんで、性能的にどうなんていうと、これ性能的に言うと防水でもないし防風とも言われてはないんですね。なのですごいこういうミリタリーライクじゃないですか、あのかっこいい感じになってるし、ちょっと一回上までしましょうか。こんな感じでね、おかっこええやんと、なんでこのミリタリーのジャケットやのにかっこええのっていうことになってくるんですけども、それはですね、この加工云々じゃなくてやっぱりデザインがいいんですよね。縫製とかも無駄な縫製がないし、こう綺麗に作るようにパターンナーさん、まあ、このデザイナーさんが多分考えてはると思うんですよ。だからなんかイタリアのミリタリー系のアイテムってなぜかわからんけど大人っぽいんですよ。でアメリカのミリタリーってなんか古着っぽいんですよね。それって多分聞いてくれてる方がさ、うわめっちゃわかるわって思ってくださってる方いらっしゃると思うんですよ。僕もこの間ロサンゼルス行ったりしたら、あのお店でもミリタリーってあるんやけど、ちょっとボロギっぽいんですね。古着っぽい感じだけど、イタリアのミリタリーってなんでこんな大人っぽいんかなってわからへんけども、そういうところがね随所にデザインとして散りばめられてるんじゃないかなと思います。こう無駄なポケットがなかったりだとか、無駄な縫製がないっていうところがなぜか大人っぽいミリタリーアーミーな感じっていうんですかね、そういうのを出してるんじゃないかなと思います。なのでこの 10C ってね、今回僕が買ったこの一番定番のモデルなんですけど、それ以外のモデルとかやったら、例えば別で買うことによってね、この中にボタンとかあるから、あのノースフェイスいうところのジップインジップ、わかりやすいでしょ、この中に入れ、あのインナーダウンとか入れて冬場も着れるよっていうスタイルにも変身できるっていうのがこの 10C のアノラックっていうタイプなんですね。だからこれを聞いてもらったらわかる通り、性能としてすごい高いのっていうと、やっぱりゴアテックスの方が高いんですよ。ゴアテックスなんかこの3分の1の値段で買えるやん、あのラオジャケットね、皆さん大好きこのジャケット5万5千とか6万円くらいで買える、これの3分の1じゃないですかっていうことなんですけど、性能をこれは売りにしてるわけじゃないですよ。やっぱりデザインとか生地のこのファブリックのこの起毛感とか、これ独特なあんまり唯一無二な感じを特徴として出してるっていうのがこの 10C なんですけども、やっぱ見た目がこう男っぽい感じだから、すごいこう性能があるようには見えるんだけど、まあ、残念なところにこれ性能ないっていうところがね、結構これはあの勘違いされてる方も多いんじゃないかなと思います。ただやっぱね、自分もね、そのファブリックこの生地を使ってジャケットを作ろうと思った時に、この綺麗な生地を使ってマウンテンパーカー、要はフード付きを作ろうっていう発想にはならないんですよ。だからそれはやっぱイタリア人ならではのね感覚やと思うんですけど、僕はどうしてもこの綺麗なこういうスウェードのようなね生地感で行くんであれば、やっぱこうシャツジャケットとかそっちにこう思っちゃうんやけども、これであえてマウンパ行くかっていうところがさすがねデザイナーさんやなと思います。でまあデメリットとしては、まあどういうデメリットがあるんかっていうところなんですけど、まあここは購入する前には知っといた方がいいかなっていうことなんですけど、このねあの要は加工、ウレタンの加工してパリパリ言ってるじゃないですか。このパリパリ言うてるのって動くたびにずっと言うんですよ。動くたびにパリ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 言うから、ちょっと外出かけたらずっとパリパリパリ、なんかパリ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 言ってんなと思ったら自分やし、じっとしてたら言わへんけど、車の運転してもずっとパリ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 言うてるから、まあその辺っていうのはこう聞いて馴染んでいかんと、まあ静かにならない。だから元々の加工する前の状態やったらパリパリ言わないんですよ。だけど加工することによってこうまあパリパリ言うてくるし、まあ経年変化が出やすくなったりするってことなんで、もしそれが嫌な方はあの洗ったりとか、まあクリーニング出したりとかして加工をね落としてあげると、このパリパリ感っていうのはなくなってくるかなと思うんですけど、まあ、ずっとパリパリ言うよと、付きまとってくるようにパリ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 言ってるよというところだけ覚えていただければいいかなというふうに思いますし、まあそれ以外にはですね、やっぱり値段的にはちょっと割高になってる、この生地使って15万円ってちょっと高くないっていう感じなんですけど、やっぱそれはね日本からイタリアやってまた逆輸入で戻してきてるから、その分高くなってて、ユーロやったら確か900ユーロとか1000ユーロぐらいで買えるので、1ユーロ100円とかで考えたらまあ9万10万円からまあまあそんな高くないかなと思うんですけども、もう今ユーロとか円安やからとにかくもう15万とかにしちゃうから、まあ、そう考えたらちょっと高い気はせんではないんやけども、まあ、今後はね、まあ、円安はちょっとしゃあないかなと思いますので、その辺は仕方ないとは思うんですけども、フードとかに関してはこれはね取り外しとかは特にできない仕様になってるので、これはもうフードありきで、やっぱりいくらミリタリーで大人っぽく作ってる、かっこよく綺麗に作ってるといえども、やっぱりスーツとかそういうのはちょっとさすがに無理やなと思います。っていうのも今これが一番新品の状態で当たりがない状態なんですね。でこっからさらにこの辺シワとかが当たりがどんどん出てきたら、スーツの綺麗さとこの当たりが出てくるのって全くマッチしてこうへんじゃないですか。やったらまあスーツはやっぱりコートとかダウンでもちょっと光沢感のあるようなダウンとかっていうのをやっていいと思うんですけど、こういうちょっと当たりが出るようなジャケットとのスーツの相性っていうのがちょっとまあ微妙になってくるかなと思うので、まあそういう方にはねスーツで着ようと思ってる方はちょっと厳しいかもしれんっていうような感じですね。であとそれ以外にやったら、まあ僕がまさにそうなんですけど、僕最近あんまりフード付きのって着んくなったんですよ。なんでかわからんけど、フードがもう最近疲れたっていう方は着ないかもしれない。だから僕もこれは着ないと思います。だからこれは基本的にレンタルに出すやつなんで、まあ、レンタルには出すと思うんです。
ですけど、1週間これ着たいなっていう方がいらっしゃったら、その方にレンタルで出すっていうような感じにはすると思うんですけど、まあそんな感じですね。とは言いながらも、おすすめの人、どんな人がおすすめなんかっていうと、こう一見変わった生地感やから人と違うような感じで着れるのはいいんですけども、取り扱いも意外と楽なんですよ。でこれが例えばちょっと雨濡れたりとか汚れたりしますよね。でこれって洋服やから雨濡れたりとか汚れたりしたらあかんのちゃうかなと思うかもしれないんですけど、よくよく考えてください。もともとナイロンやし、もともとポリエステルやから全然汚れて濡れても何の問題もないんですよ。コットンとかウールはやっぱり濡れると縮んだりシワになったりしやすいんですけど、ナイロンとポリなんか濡れたってなんてことないねんから、濡れてしかも加工してるからおそらく弾くと思うんですね、最初は雨を。でその時はまあパーって拭いてあげても全然いいし、もっと言うなら表示宅見ながら、クリーニング出したりするっていうことも全然できるやろし、おそらく僕やったら全然気にせず洗濯機ぶち込むとは思うんですけども、ぶち込んだらじゃあ壊れるんちゃうんですかってなるかもしれんけど、ぶち込んだらただ上にあるコーティングがちょっとずつ落ちていくだけっていう、で落ちていった結果こういう柔らかくなるっていうことなんですね。でもっと言うと、洗濯で気をつけてほしいのはどっちかって言ったらゴアテックスの方が気をつけてほしいんですよ。なんでかって言ったらゴアテックスってこれ防水で水通さへんじゃないですか。水通さへんってことは中で洗濯機の水が通らないので壊れたりすることあるんですね。だからどっちかって言ったらゴアテックスの方が洗濯には気をつけた方が良くて、これさっきも言ったけど防水ジャケットじゃないから水通るから、そういう場面で、洗濯機が壊れるとかジャケットが壊れるとかっていうことはあんまり考えにくいっていうことなんですけども、あくまで洗濯表示に従った方がいいかなと思うんですけど、そういう部分で取り扱いがしやすい、汚れたらピブって拭けばいいし、パパってこう水かけりゃそれでいいだけなんで、取り扱いがね非常にしやすいんじゃないかなと思います。でそれでいてこうミリタリー風な雰囲気やのにちょっと綺麗に見えるっていうところ、あんまりこうなんか僕らみたいにね35を超えてきたりすると少しおじさん感出てくるから、おじさん感出てる人のボロギジャケットってすごいこうみっともないじゃないですか。だからまあちょっとどうかなとかって思ったりするけども、これもうデザイン多分完璧なんでしょうね。もう僕が知ってる限りとかで見ても、もちろん生地とかはいろいろ見させてもらったりしたことあるんですけども、デザインで言ったらこの生地使ってほんまにさっきも言ったけど、なんでこのデザインしようかなと思ったぐらいちょっと僕の思考回路で追いついてないんですよ。なのでもうデザインが多分完璧やから、その大人が着ても大人のアーミーっていうか、その子供の20代の大学生が着るミリタリーじゃなくて大人の人が着るミリタリーみたいな感じになってるんじゃないかなと思います。だからちょっと綺麗めな雰囲気でも着れるし、これでスラックスなんか合わせてという感じで、まあこんな感じで、グレーとかに合わせてしまったら結構大人っぽい感じで着れるじゃないですか。ほんでちょっとチャンネルとデート行こうかなんて言ったりしても、これやったらあすごいおしゃれな男っぽい休日ですねみたいな、平日はすごいスーツでかっこよかって土日ダサかったどうしようと思ってたんですけど、あ良かったですって思っていただけるようなジャケット姿になるんじゃないかなと思います。まあ、ただねお値段がさっきも言った通り、まあ、15万ぐらいっていうことなんで、じゃあ15万出したから一生着れるんかって言われたら、どっちかっていうとさっきも言ったみたいにこういうゴアテックスの方がもっと長く着れるような可能性があったり、まあイメージ的にはほんまデニムと同じようなイメージでいいんちゃうかなと思います。デニムも長く着れるじゃないですか。あれもほんま40年50年前のデニムとか100年前のデニムとかあったりすると思うので、まあ、100年も着れたらそれは一生もんじゃ一生もんないけども、まああとは取り扱いの仕方とか、あとそれで言うとこれナイロンポリエステルやからやっぱ色あせがあるので、例えば洗濯終わってかけてて、あ風通せええからちょうどええわなんて言ったりしたら、ここにバンバン日光当たってたらここだけ色が抜けてったりとかするっていうのが、まあ河川のね悪い特徴っていうか、まあちょっと気をつけなあかんとこやったりすると思うので、まあその辺をね気をつけていただければ何の問題もないんじゃないかなと思います。で取り扱いに関しても、まあクリーニングをこの表示宅を見ながらねベースで考えていくっていうのは大事なんですけど、手洗いは OK ということになってるので、手洗いであったりあとアイロンも OK やし、まあドライクリーニングはあかんのか、意外とクリーニングより家で洗う方がいいかもしれないですけども、まあ、この辺は自己責任でやっていただくのが一番いいかなと思いますので、こちらがね TNC のジャケットということになってました。TNC は結構他にも、まあ、これが一番ベースなんですけど、これをベースにしたダウンジャケットとかそういうのがあったりだとか、あと他にも僕個人的にはこの OJJ のモデルよりも値段が下がってるやつの方がイタリアっぽいというかね、そっちの方がイタリアでしか買えないというか、まあイタリアっぽさがあったりするのに値段が安いので、単純に OJJ の方はやっぱり日本から生地仕入れてるからその分高なってるだけど、イタリアもイタリアですごいいい生地いっぱいあるんですよね。だからそれを使ってる方がもしかしたら僕らとしてはお買い得なんかもしれないんですけども、まあそういったことでいろいろお話をさせていただきました。まあもし仮に僕が今作ってるこのミリタリーのジャケット、まあ、ちょっと気になるよっていう方がいらっしゃったらね、またまた楽しみにしていただければいいかなと思いますし、まあ、これはその加工しないのでパカ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 言わないんですけども、まあ、それも正直考えてます。洗い場加工に出してちょっと加工してみても全く同じ雰囲気にして面白いなと思うけど、やっぱ動いててパカ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 つってるのもちょっと僕気になるので、まあ、僕はせえへんかなと思うんですけど、場所は分かってるのでね、洗い場加工に出してやってみても面白いかなと思ってるんですけど、まあ、そういったことで天使の一生着れるアウターというところでアノラックの紹介をさせていただいたということになっております。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。